センチメートルに切ったアルミ線をナットの穴に通して真ん中で折り曲げ、ねじりながら J の形にします。魚の形をしたタレ瓶の蓋を外し、口の部分にアルミ線をつけたナットをはめ込みます。タレ瓶の尾びれだけが水面から出るようにタレ瓶の空気を押し出して水を入れます。ペットボトルに水をいっぱいまで入れ、水中でプラチェーンとタレ瓶を入れてキャップをしっかり閉めます。ペットボトルを押し、不沈死が沈むことを確認します。手を離し、不沈死が浮き上がることを確認します。タレ瓶に取り付けたアルミ線で、そこに沈んだプラチェーンを吊ります。